な船子さらさらと黄金まじりのさよねくらしょいないように船に作りて渋谷静けい静かなり池の水沢田の水に影やさすらん春が過ぎ物たりせば夏山や刺激のりのこの前よりこの鏡の有明の月秋は年のうち春は聞いて人と手をこのとは言わぬ今年とのせん山高き山高き非法旧式衣類の地アホーラの物について誰が住んでいるか日本の穴肌に穴肌に茂り開けるこの山に我に不満として誰が住んでいくとや河野氏山里は夜こそ狙うでこのことはまず一つを物とせざれば死者の無知深夜の駒に慣れそびて金の鎖つなぎを構えな宝物氏知らずして打ち合い染めるすごろく八百万の神たちも許したまえ名のみしてこの葉の散らすこの山に風が吹けかしこの八田さんさて、荒平おば、真かと見れば真にでもあらず、本かと見れば本にでもあらず、小尺百国、バラ文の勢いをなしてど、当時間の間に、荒井鶴は何の因縁かとうとう申したまえよ。さて、荒平が人に見ること、通りなり、頭は新鮮のごとく、額は尺角のごとく、目は八角に裂け、額は一匹三枚の角を鋭くして、後ろに口あり、前に口あり、後ろの口より吹く息は、三千世界阿久津島を極めす飾り、また、この荒平が竹高きこと十条、騎馬は一尺、走る速さは稲妻の光めぐるがことし、叫ぶ声は、イカズチの鳴りをするに異なる花大にして物の香りを知る舌長くして味を知る四十二枚の歯茎が強くして
物の骨を噛み砕くなり、とうとう申せ。申さずばこれ終点に蹴り上げ、おつるところをそれかしが基盤の上にて受け止めて、神から下りに無理やりこと噛み砕き捨てんぞよ。荒平が住みやところ知るや知らずや。さて荒平が住みやところと申すは、見事終わりの境に刃場上を起こしないで金の追事を構えにしたりしが、これは当たり間近と思え。つくしの国丹後か高知外ヶ浜切り畑岩屋か城をこしらえて主城を取り餌食とす。その時新風はすがすがしく神代の四つ目に当てられ散々逃げられたり、ここにても金町とて神の前にて御作となり、仏の前にて公人となり、人間の前にて下道となりて競いなすや。さて荒平の情報知るや知らずや。さて荒平が持つ長宝とは、五宝六宝一の玉水との玉、一つに炎行体、二つに崩壊流産、三つに資産木、四つに不完沈満、五つに船戸の杖なり、すなわちこの杖ことは三つの方の小村さも、上には神事玉、中には宝剣の方、下には神経の方の小森玉なり、この杖を持って四方を招けば一難を払いて市中食ってやる。これを今の十二ごとを得させる間、早く取り納めたまえ。これは新年が宝か、それがしか宝か。いやあ、むしろや、この正時と申すは、ありがとう、天竺にては千段だらよ、唐にては日の目さやぬき、日の元我が城神の前にて裁きと申す。これを神前の飾りに備え立てまつることは、神代の昔岩戸の前より用い立てまつる裁きとは、時は時はに境ゆりゆえ榊と申し立てまつるなり、七里久米の後もろとも引き遊べけん、通り早々取り寄せるたまえ。これは神殿が宝か、それがしか宝か、褒めていたすよ。そもそもこれは三枚と申し立てまする。天竺にては神王層、唐にては万魂層、また我が町神の前にて三枚と申す。人間は米と名付ける汁も五穀の大事とする。これを三枚と申し立てまするしことは、身にのみこと稲子を得たまい、天地図を開きたまえば、突然として老命たり、これによって三万以降を預けたり、氷を早めや取り収めたまえ。これは神殿が宝か、それがしか宝か、褒めていたすよ。そもそもこれは神の前にて鈴と申す、仏の前にて釈状と申す、それがしが持っては霊と申す。
いにしえ天照大神天の岩戸に入りたのとき、八百万の神たち神集いに集いたまえ、神計りに計れて神楽を奏したのとき、神楽図と名付けて用いたまえしより行末の今日に至るまで、神楽の備えとして神を祭り立てまつるなり、高齢早早取り納めたまえ。これは神殿が宝か、それがしか宝か、褒めていたすよ。そもそも加護御宝剣と申し立てまつるは、花肌深き因縁あり、いにしえスサノオのみこと天照大神に立てまつりたも暗くもの宝剣なり、ただ今はまた草薙の宝剣と申し立てまつる。それをもん見れば我が豊秋津島には全国関東万国に優れて工業戦火の国なり、ことには三種の神器とて神社より伝わるところのお宝、天地と極まりなき天院を過ぎたも三種の神器とは、神事玉宝剣内しどころこれなり、中にも宝剣と立てまくるは神社中にも宝剣と立てまつるは決断潔白を表し、天下を平らげ至極にして、うちには私欲歓迎の親戚を滅ぼし、外には邪悪暴虐の賊とを注したもう正規なれば、悪魔たちまち倒産して天下太平国土安全でして、乱主葵の災いを払うて心中の諸般を除く行事疑いなし、氷早々取り押さえたまえ。